ヤガチャガチャンネルは。さあ、先にマップのチェックなんですけど、今ここにいるんですよね。でここにいて、近くにちょっと、ね、ドクロがあるんですが、とりあえず先に装備品を固めたいと思うので、ここの右側にある島の方から下側のここのここぐらいっていうのを散策していくようなイメージでやっていけたらなと思っております。早速本編入っていきましょう。さて、寝たので早速ではあるのですが、まあちょっと一回それが正解かどうかはわからないですけど、島には様々な資源置き去りにもう一回していこうと思います。なんかいまいちなんだ、島のものが消えるっていう説を俺は唱えていたんだけど、消えてないのではっていう予感があるので、ちょっとなんかそれを考えるとね、微妙だなと思って、どうするべきかが。で一回こことかに置いといたらこんな感じでいけんのかな。これでいけたら幸せだよな。これだけでポンポンってよいしょ、この荷物が運搬できたらなんかやってきた意味めちゃくちゃあるよなって感じするよね。でも思ったけど、これ動く以上ここで置くべきではなかったのではないだろうか。さてさて、まあ持ってるアイテム自体も最小限だし、このままだと岩がない中でしんどい思いするのは確定してるから、ちゃっちゃか行こうかね。でどれかにコンパスが入ってるので、こっちあれだね、あの島だね。というわけで、なんだ、ただのあれか。でもなんでお前復活してんの。もう お前らみたいな存在は駆除したはずだったんだけど、ちょっと待てよ。できればだけど、あーやばいな。そうね、ちょっと待って、こうして、はい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 、あ弓死んだ、マジかよ。これ、あダメだ、攻撃できねえ。ハンマーならいけるか。当たってねえな、おい。ナイフでいけるか。ねえんだよ、鶴みたいのが。頑張れ。いや、おーぶねー、あぶねー。怖いことすんなよマジ。待ってよ、こっちだからこっちでいいんだよね。で問題は、今一番の問題はこれをきれいに、あれが崩れない。持てるのは持つか。要はな、今後、ああそっか、今後取れりゃいいんだもんな、一部の木のなんたらみたいなアイテムはな。でなのでちょっとバランスが崩れないようにしながら海に出していかなきゃいけないですよと。でもうちょっと前かな。でそしたら、あっと乗っかって、これ、あこの状態だと流されるからあんまり意味ないんだ。で頬を張って当たるよね。
コントロールがむずいのよ。この出航がむずいので、こうやってうまいこと方向を、あー当たっちゃってんな。もうちょっと左側に持ってきたいんだけど、俺置いてかれ、サメ来てない？俺置いてかれないように注意しなきゃいけないのよ。待てよ、いや意外と悪くないぞ。こっからなんか今もうサメいなかった。一回帆を畳んで水の流れに身を任せて、あーむずい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 、違う島に俺たどり着きそうだぞ。まちこのままだと、まあ石が欲しいがメインだからタスク的には、正直それでもいいはいいんだけど。でちょっと待って、木箱4つあるよね。で一回直線上何もないようにしてから、セール出して、あ違う違う、じゃあこっち、あっちでもいいかな。いやいや快適、漕がなくてよくなったもん。うわー、これははかどるぜ探索が。すげー、すごいすごい。だって放置しても行くし、木箱も全部あるよ。いやこれはマジ文化の進化感じるな。じゃああそこの島に上陸してって感じで、まあ理想は島からあの石を大量にパクって、でその石をうまいこと使って今の足らない素材を補いつつ、パーツとかもうまく回収していきながら、手持ちの武器のグレードが常に高い状態が、キープできるようにしていきたいなっていうふうには思っております。なのでそのためにはね、あの多分採取して次採取して次っていう、木なんかは正直いくらでもあるので、そうじゃない部分のあのパーツっていうのがどれだけ集められるか勝負みたいになってくるのかなと思ってるんで、じゃあそこ頑張っていきたいと思っております。というわけで上陸作戦頑張りましょう。石はねえんですけどコンテナがありましたね。え、開いた、コンテナウォール、あこれぶっ壊せる、もしかしてウォールってなってるもんね。なんかめちゃくちゃナンパ船の数が多くて、何これっていう感じ。お、やった、ワイヤーだ、布だけかな。で上にも木箱、おー、なんかいろいろと、いろいろと入ってますね。あ違う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 、あこっちもアイテム欄いっぱいか。さてでね、全然岩がねえんすよ。むしろ問題はそこ、全然岩がなくて、で左右にカニが1匹ずついるので、変に北上もできなくて、どうしたもんかなーって思いながら探索を続けてる感じですね。ただまあベニヤ板がそこそこあったんで、ベニヤ板うまく使っていけば、あの間違いなくいろいろ生活には困らないだろうなーっていう感じではあるんだけどもみたいな、そんな感じですね。
いや、まあ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 、ここら辺のもろもろの処理は後でやりゃいいので、まあ何にせよ寝床の確保はしなきゃいけないので、一回言わなくてしんどいですが、頑張って対応だけして寝床だけ用意しておきましょう。まあまあ、でも岩がないってことはないはずだと思うので、うまく管理さえできればこの島でやっていく方法は見つかるんじゃねえかなっていう感じですね。でっけえイノシシみたいのいる。子豚じゃない、大豚がいるぞ。でも目的として、すげえな、布とかいっぱいある。岩を拾わんと逃亡するのはマジないから、むしろ岩拾いに来てるのがメインなぐらいで島に上陸してんだから、一回水辺行ったらヘイト切れるべ、多分だけど。わざわざ水に入って、あ、カニにバレたな。わざわざ水に入ってヘイトが続くキャラもあんまりいないだろうしと思ったはいいが、それでも石3個か、3個しんどいね。だってこれ全部ストーンツールに変えたところで、よいしょ、4つか、4つはしんどいな。まあとりあえずあれよね、斧には戻せるからよかったなーではあるけど、やっぱね、ナイフツールで戦うのはちょっと無茶があるからね、いろいろと。でももうちょっと岩確保しつつ、ベニヤ板もねあったし、木の板もあったんすよ。だからここの木の板とここの木の板とここの木の板があれば、よいしょ、あの船の、あ、家具か、家具のこのコンテナシェルフ、あ、今なんか一回綺麗に置ける場所あったな。ちょっと待ってよ、これは今あれじゃねえか、来た、ここでいいか、いいか。でこれ、これらを、おー、こうす、こうするだけでいいね。ずいぶんこうなるだけで利便性が高まるよ。いいぞいいぞ。ちょっと下のが反応しづらくて飽きづれ。でまあ引き続きあれだね、できればだけどこれもう反対側にもシェルフ作りたいってなるし、なんなら横に置けるならここにも置きたいってなるから、木の板はもうないんだっけ。トタンで、ないね。だから木の板探しもしながら散策してる間に HP の回復もちょっと狙っていって、水飲み場にもな、水飲み場作りてえなーってやっても石いるんだよね。だ、今回はちょっと久々にココナッツ生活にはなりそうかな。でまあやるなら、あの水筒を作って、ちなみにここからね、ジジジジジっていう蛇みたいな音がしたんだよ、さっき。今しないな。ただまあラッシャーあれば、ラッシャーの数分は安心して水の確保はできるから、まあそこら辺も運用しつつ、船は全部見てーよなー、船は。でね、なんかね、今回すげえなんかね、カニが浮いてんすよね。でね、ある程度近くまで行くと
浮いてちゃダメだって分かったカニがね、落ちてくっていう謎の現象が見れるので、今回はこれね、チャパーンって。だから今回はおかげさまであんまりね、カニ、うわっ、豚だ、でかい豚だ、うわっ、やべ、しかも毒じゃね、大丈夫、うわっ、何 I don't feel so good。 何、あ、やべえ、毒だ、やーべえ、初めての展開だ。あー、しかもなんかいる、なんかいる、やーべえ、この島はきつかったか、まだ。どうしよう、どうしようかな、セーブしないで寝るか、すっげー歩くのせ、とりあえずセーブしないで寝て、毒の解除、待って、走れる、毒だ、ポイズンのままだ、だからポイズンでしょ、多分アロエソルブとかそこら辺なんじゃないのと、あ、アンチドートか、だからアンチ、あの草を探さなきゃいけないってことになっちゃうよね。 HP は減ってくのか、これ。とりあえず飯に関してはあの甘えだけどレーションがあるからまだなんとかなるのよ。そう、レーションがあるからなんとかなるんだけど、減ってる減ってる減ってる、だからこれ下級速やかになんとかしねえと死ぬぞ。初めて、実はこのゲーム初めて一回もまだ死んだことないんだよね、あのチキンプレイだから。だからそれ自体はいいんだけど、なんで一回ココナッツこれ作って、何回かさ見たことある草だとは思うんだよね。どこでとか明白なものはないけど、過去取ったけど使い道も分からぬまま何にもしなかった葉っぱみたいのはあって、確かにそれのことを言うてると思うから、やべ、あとあのブツブツの肌見るのあんまり好きじゃないな。なんであの葉があればアンチドート作ればとりあえずはい生存ってできるんだけど、お、ただの葉っぱか、うわー、こうやって見るとしんどいな。岩あったわ。でもアンチドート作らんと、あー、そろそろ豚いるから怖えな。ねえ、あいつに塩化するとねえ、なんかね、毒解除のやつはこういうのが目印でってなってくれてりゃわかりやすくてありがたいんだけど、今までな、なんか飯に関しての知識全然蓄えんとここまで来てしまったことがあれだよね、なんか全部あだになってるよね。だって待てよ、アンチドートって言ってるのこれしかねえもんな。この左側のアイテム、ピピプラント、ピピプラントでピッ、あー、毒の解除方法はそれしかないのか。一回とりあえずあれしよう、生存ラインを高めるためにどっかに絆創膏入ってたべ、絆創膏、あ、絆創膏捨ててきた、あった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 、だから一回とりあえず
あ、これもしかして止血が止まるとかですか？止血が止まるとかですか？R all advantage can be used to treat bleeding。 あ、いやいや、止血が止まるです。回復アイテムがない。まさかの展開だな。ピピプラント、ピピプラント、もう名前が可愛いって印象しかないよ、ピピプラントに対して。よく食ってよく寝たら治れよ。ヘビか。あれが何回かシャーって言ってたやつだな。それが分かったのは探索エリアが広がる意味では安心なんだけど、結局ここのどこかにあるかもしれないと言われてるかもしれないピピプラントを見つけないといけんわけですよね。ちょっとカニに恐れてる場合じゃないんだよね。 HP が減ってく一方な、減ってく一方なのは気にしなきゃいけないかなと思うので、これ行き過ぎると豚さんいるでしょ。ピピプラント、ピピプラ、あ、ブラ、豚さんいたわ。ピピプラント、絶対何回か見たんだよな今までの冒険の中で言うなら。なんで右手には一切マジンマシンみたいなの出てないの？左手だけ感染する毒ってありますか？あー、ピピプラント、わからんな。あー、今まで重要視してなかったアイテムが急に必要になるともう大混乱だよ、畜生。